から私たちは惹かれ合うように出会った。ふう。千客万来、満員御礼。今宵の舞台も大盛況だったわ。それでも観客がいなくなるとちょっと寂しいわね、葵くん。ヒーロー、いつの間に？さて、いつの間にかしら。って、どうしたの？浮かない顔してるじゃない。ちょっと疲れただけ。今日は盛り上がったしね。終わった後、常連のお姉さま方に囲まれちゃうくらいに盛り上がってたわね。嫉妬かい？冗談言わないの。なんて言われたの？今日も良かったって。もちろんヒーローもね。あら、ほんと？お世辞でも嬉しいわね。あとは…葵くん？ん？ああ…うん、今後も応援してくれるみたい。そう、なら頑張らないとね。期待は裏切れないし。うん、昨日渡しといた音源聞いてくれた？ええ、もちろん。すっごく綺麗な曲だけど。だけど？ボーカルがいたらもっといいのに。またそれか。だってヒーローは嫌なんだろ？あら、じゃあ本当に私でいいの？葵くんの中に響いてる？どういうこと？私じゃ必然性が低いってこと。また占い？占う必要なんてありません。大事なことに焦りは禁物。今じゃなくて未来を見つめるの。難しいことを言うね。人生に簡単なことなんてないわ。って、もうこんな時間。私は帰るけど、葵くんは？残っていくよ。やることもあるしね。わかった。じゃあ一つだけ忠告。徹夜して朝帰り、なんてダメよ。お肌に悪いんだから。わかってるよ。なんてヒーローには言ったけど、結局徹夜になっちゃった。ボーカルがいたらか。そんなことわかってる。ん？何か聞こえる？歌声、しかもこの曲ってこっちか。ここか。それにしてもこの歌声、あの歌声はもう聞こえないけど、間違いない。ここに、あの曲、プレイヤーを歌った人がいる。失礼します。ごめん、驚かせたかな。別に怪しいものじゃないよ。どうしてここに？歌声が聞こえてきたから。今のプレイヤーだよね。だったら何ですか？自分もその曲を知っていてね。でもそんなことは関係ない。君の歌声はもっと聞きたいと思って。待って、どいて
ください。話がしたいんだ。ごめんなさい。行っちゃった。ま、警戒されて当然か。それにしてもあの歌声、見つかったかもしれない。悪いことしちゃったかな。でも突然だったし、歌声を聞きたいなんて。帰ろ。なーに、また浮かない顔して。ヒーロー。もうヒーローじゃないわよ。ぼーっとしちゃって。あ、さては徹夜したわね。ダメだって言ったのに。ごめんなさい。まあいいけど、この後は大丈夫なの？この後？まさきさんに呼び出されてるんでしょ？あ、そうだった。もうこんな時間か。もう、アルターエゴの新たなレジデント DJ 候補がゼネラルマネージャーとの約束忘れてどうするのよ。まだ決まったわけじゃないよ。とはいえ、忘れてたのはまずいんだけど。ほら見なさい。しまったな。ヒーロー、ついてきてくれない？しょうがないわね。今日はもう講義もないし、別にいいわよ。その代わり、ちょっとお願いしてもいい？できることなら何なりと。言ったわね。じゃあ撮影に付き合ってもらおうかしら。撮影ってもしかして？羊服はもう着てもらったし、今度は逆にメイド服かしら。アーミールックもいいわね。やっぱりいつものコスプレか。葵くん、覚悟はいい？大げさだな。それよりクマ出てないかな？出てないわ。仮に出てたとしても、葵くんは男前だから大丈夫よ。男前って傷つくな。伊達メガネでもかけてくればごまかせたかもしれないわね。あ、おはようございます、まさきさん。席外しましょうか？都合がいい？こちらこそ、はじめまして。へえ。先代のボーカルに？なるほど、そういうことね。ちょっと寝不足なもので。
それはまだ。でも。ですが、今日伺うことになるとは思っていませんでした。わかりました。普段な葵くんに二つの選択を迫るなんて。ふう、ヒーロー、お茶でもどう？どうしようかしら。わかった、ケーキもつけるよ。さくらゆきさんか、いい子だったわね。ボーカリスト志望の彼女と次期レジデント DJ のあなた。まさきさん、はっきりとは言わなかったけど、彼女と葵くんを組ませたいんでしょうね。葵くん、他のこと考えてるでしょう。よくわかったね。簡単にわかるわよ。さっきからずっと返事が上の空だもの。ごめんなさい。考え事するのはいいけど、ほどほどにしてね。うっかり転んで腕でも骨折されようものなら、クラブの大損失。うわ、ごめん、大丈夫？あなた。もう大丈夫？落ち着いた？本当にごめん。ちょっとぼーっとしちゃってて。怪我はないみたいだね。本当によかった。荷物は大丈夫？それ、ギターケースなんでしょ？大丈夫、どこも壊れてないっぽい。よかった、これすっごい大事なギターだから。ねえあなた、お名前聞いていいかしら。月見山渚。そう、じゃあ月見山さん、後からどこか痛み出したりギターの調子がおかしいことに気がついたら、この名刺の番号に連絡して。私、矢野ヒーロか、このぼーっとしてる三宅葵が責任取るから。この名刺、アルタエゴの。それに、葵とヒーロって…あんたら、アルターエゴの DJ と VJ？ うん。
そうだよ。私たちのことを知ってるの？そんなの当然だろ。アルターエゴの新しい DJ ユニットだって噂だぞ。あらまあ、まだそれは。というか、どこでそんな噂？界隈じゃみんな噂してるって。こっち側の人間みたいね。そうみたい。ここで会ったのもなんかの縁だ。頼む、アルターエゴで拾ってくれない？拾うとか拾わないとかの前に一旦落ち着こうか。なんか可愛らしいわね。ミルクとかあげたくなっちゃう。お腹空いてるのかい？うん。そういえば自分もお腹空いちゃったな。あら、そんなこと言われちゃうとお姉さん腕が鳴っちゃうわよ。お詫びも兼ねて一緒に食事でもどう？アルターエゴは料理も評判なんだよ。マジで？行く行く。1年様ご案内。ごちそうさまでした。ごちそうさま。お粗末様です。要はそのマサキって人に私の実力を認めさせればいいってことだろう。まあね。でも簡単なことじゃないと思うけど。わかってるって。そうと決まれば話は早い。自分もギターも万全にしないと。あら、もう行くの？あ、葵、話通しておいてくれよな。約束だぞ。ヒーロー、カルボナーラめっちゃうまかった。また食べに来るから。じゃあな。行っちゃった。忙しい子ね。泣いてたと思ったらすぐ元気になって。うん、そうだね。おはよう。いらっしゃい。おはよう、渚ちゃん。葵くん、来たわよ。ああ、聞こえてるよ。葵、約束守ってくれてサンキューな。どういたしまして。それより、昨日の今日で準備は大丈夫だった？善は急げって言うだろ。それに、寝なし草のままは嫌なんだ。そっか。でも、ここから先は渚次第だよ。そういえば、まさきさんは？ちょっと出てくるって。すぐに戻ると思うけど。ところで渚ちゃん、自信はいかほどかしら？任せろ。このギターは伊達じゃないからな。それに目指したい場所に行くには誰とどこで何を目指すのかも重要なんだ。誰とどこで何を目指すのか。だから葵、ヒーロー。まさきさん、いつから？なぎさです。月見山なぎさ、ギタリストです。え？わかりました。やろう、なぎさ。葵、ありがとう。曲はどうするの？そうだな、よし、あの曲でやる。準備はいい？うん、大丈夫。じゃあ始めるよ。行くぜ。
が立ってる。予想以上。いや、その遥か上だ。すごい。ヤギさん、いいね、この曲。もっといける。聞いてくれ、これが私の音だ。な、弾き方が変わった。まさか放送。いや違う、これは。二人ともお疲れ様。あ、なぎさちゃん？ごめん。なぎさ、行きたい場所が見えたから、そこしか見えなくなっちゃって。途中から暴走した。悪い癖が出た。ステージ壊しちゃった。葵、本当にごめん。なぎさの演奏は信頼の証だったら応えるのが DJ の役目。そのギターの音色は火をつけてくれました。え、葵。それって歓迎するよ、なぎさ。二人だけずるい。次からは私も参加するわよ。よっしゃー。おっと、葵、ありがとう。本当に、本当に。こちらこそ、ありがとう。え、なんで？言ったろ、火をつけてくれたって。誰とどこで何を目指すのか、もう迷わない。